賢者の選択リーダーズ。賢者の選択リーダーズ、ナビゲーターの蟹瀬誠一です。白石美希です。まあ、我々がお買い物をするっていうとね、はい、まあ、僕らの時代は大体現金だったんですけど、最近だと、まあ、当然クレジットカード、はい、それから電子マネーなんてもね、そうですね、だいぶ使われるようになりましたけどね、大きな買い物をする、はい、例えば家とかね、不動産とかそういうことになると当然私たちはローンを使いますよね、はい、そうですね。白石さんは？まあ、私は大きな買い物はないんですけども、洋服が好きなんで、あの洋服を買うために分割で払ったりしてますよね。僕も今まだ住宅ローン返済中ですけれどもねまあ今ローンもね、いろんな種類が出てきた。だそういう意味でこの金融業界ってもう相当な競争が厳しい世界になってきたんですね、はい、そこで今回は金融業においてより消費者目線でビジネスを展開して業績をアップしている企業に注目します。皆さんはこんな経験をしたことはありませんか？急な物入りでまとまったお金が必要。でも手元や預金口座にまとまったお金がない。そんな時に利用できるのがキャッシングやカードローン。これは一定の審査をクリアすれば無担保で利用ができ、毎月決められた以上の金額を返済していくサービス。こうしたサービスは使い方を誤らなければ私たちのより良い暮らしへの手助けとなる。そんな身近な暮らしのために利用できる生活者のための金融サービスを事業展開しているのが新生フィナンシャル株式会社。そこで今回は個人向け生活金融分野を中心に多様な事業展開をしている新生フィナンシャルのリーダー杉江陸の成長戦略に迫る。本日のゲスト、新生フィナンシャル株式会社代表取締役社長兼 CEO の杉江陸さんです。よろしくお願いいたします。本日はよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。まず早速なんですが、新生フィナンシャル、一言で言いますとどのような会社なんですか？はい、ピンチの時に味方になる会社です。まあ、金融ってね、本来はそうあるべき職業なんですよね、はい。まあ、世の中いろんなケースがありますけれども、今日はね、ぜひその辺のところじっくりとお話伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。